ミキリュウジミキリュウジは、鳥取県出身の D1 に参戦していたドライバー。D1 グランプリに初年度の2001年第3戦、美北から参戦を開始した。2001年は、プライベーターとして S14 シルビアで参戦に出場し、2回の入賞を得てシリーズ21位となった。翌2002年に上京して、チューニングショップのトップシークレットに就職し、 S15 シルビアに乗り換えた。シリーズ7戦中3戦で予選不通過となったものの第2戦エビスで8位に入り、シリーズ28位となった。2003年は第2戦美北で5位に入るなど3回の入賞を得てシリーズ13位となり、2004年の開幕前にお台場で開催されたプレシーズンマッチで準優勝した。第2戦スゴでは、 初の公式戦準決勝に進出し4位、第3戦エビスも続けて準決勝に進出したが、日々の徹夜との対決でコーナーをオーバーランし、土手にヒットしてクラッシュ。このクラッシュ直後は、車内から動けず、マシンを大人数に押し出される形で退場した。しかし、続く第4戦、オートポリスでは3位、第5戦を台場で初優勝を遂げた。 第6戦エビスでも決勝まで進出し準優勝となったが、ポイントリーダーの谷口信テルが、新車のアルテッツァのマシントラブルにより、単走1回戦で敗退したことから、ランキングトップに浮上した。最終戦つくばで、谷口の追走1回戦敗退により2004年のシリーズチャンピオンを獲得した。2005年からは、国クラ,クラッチの Z33 フェアレディ Z にマシンを、 チェンジした。開幕戦アーウィンデールがほぼ初乗りだったことや、シルビアよりも、車重のある Z のマシンハンデに苦しみ、ランキング16位に終わった。しかし、イギリスのシルバーストンサーキットで、初開催された D1 エキシビジョンマッチでは、前年のチャンピオンマシンである、トップシークレットのシルビアで参戦し、優勝を果たした。また、バンドを紹介から、 ネッツカップアルテッツァシリーズにもスポット参戦した。2006年シーズンは D1 アルテッツァレースともに不参加となった。ドリフトラジコンドリフトのイベントに精力的にゲスト出演し、ラジコン雑誌にコラムを執筆している。7月8日にトップシークレットを退社し、その後は飲食店に勤務しながら D1 グランプリへの参戦を計画していた。2007年より、 アメリカのドリフトイベント、フォーミュラ D にチームアペックス USA の FD3、S 型 RX-7 でフル参戦。2009年も引き続きフォーミュラ D に参戦したほか、チーム RYO の S14 シルビアで、D1 グランプリに第7戦の富士から約3年ぶりに、復帰。以後2012年まで不定期に、スポット参戦。2013年、 チームギルドワンの S15 シルビアで D1 グランプリに8年ぶりにフル参戦することが発表された。2015年は両ジャパンより 180SX でスポット参戦。2016年は R マジックに移籍して RX-7 で参戦した。2016年以降は D1 などの大会に参戦していない。ありがとうございます。